私のジャンルに神がいます、星に。二次創作の推し活をしている JD が主人公の漫画。主にアニメとかの原作のファンである、主に人族のメスが、この原作の子をこうしたい、とかこうだったらいいのに、という妄想を二次創作することで発散し、その二次創作に共感を持つ人族たちがそれを支え合うという趣味で生まれた主に生温かいコミュニティなのぜ。例えば、公式アニメの〇〇くんとモブの〇〇くんのカップリングが萌えとかっていうニッチなジャンルとかは自ら発電しないとその二人の萌えはたしなめないからっていうオタクたちの微笑ましい趣味サークルみたいな感じだね。A 君×B 君か B 君×A 君ってのですら細分化されるし、そこに夢女子みたいな、A 君と私メス本人は付き合っているんだけど A 君は本当は B 君のことが好きで、結局私は振られて A 君と B 君は真実の愛に気づいて幸せなキスをして終了するジャンルが好きとかそんな感じで枝分かれが激しすぎるから、同人活動は必須なので、この漫画そういったオタ活とか推し活しているメスを中心にした腐女子漫画だから、専門用語が多すぎてその手の深淵を覗いていないと理解が難しいとかそんな感じの内容の作品。例えば CR って単語が出てくるので、これはカップリングの略なので、うちらおまんじゅうは推し活に対するたしなみがあるオタだからなんとかついていけるけど、そういうのをたしなんでいないとなかなか読みにくいんじゃないかなって思うので。その分、そういうジャンルにたしなみが深い人族ならこの漫画はとても面白いと思うんだよね。何よりも推し活とかオタ活している人族って人生を楽しんでいる実はエンジョイデイだがそういう人生を楽しんでいるエンジョイデイを見ると元気をもらえる感じがうちらおまんじゅうは好きなんだよね。例えばクソマイナーなジャンルのド素人が作ったような小説のファンになったオタがネットストーキング技術を駆使してその素人の現在のアカウントを特定して販売所に突して昔の小説がどうしても読みたいからもしもデータがあったら欲しいとかそんな感じのネットストーキングというネガティブ要素ですらポジティブに見える部分がクソ激烈にディモールとベネな漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。